ありがとうございました。こっちは。いやまあこんな感じで、まあラジオ収録してるんですね。してるしてる。すっごい頑張ってる。すごいやんないと。なんか新鮮だね。新鮮、ちょっと緊張しますね。まあ、でもちょっとずっとみんなでこう見てたから、はい、なんか向こう全然見てなかったからなんか。YouTube 的にはあの微妙だったかもしれないな。あ、いやまあでも大体みんなラジオっぽく聞くじゃないですか、こういうのって。そっか、そうだよね、うん、はい、家事とかしながら。そうですね、そうですね。で、こうこれレターってやっぱなんかちょっと特殊ですね。なんかちゃんと文で来るから。あ、そうだね。ちょ俺たちやっぱその YouTube ライブでたまに質問受け付けるじゃん、うん、あ、そうです、ね、あ、でも短文なんですよ、コメント。まあそうだね、うん、こんなガッツリ来ないもんね、うん、そうっすね、うん、結構変なの来るでしょ。あの辰之助の辰之助は牛ですか、いつも鼻輪の。ああなるほど、うん、なんかめっちゃ嵐に来るよな。毎回辰之助に喧嘩を売りに来るやつがいるんですよ、はい、数学専用です、数学専用ねっていう名前の数学専用さんって人がいて、あの人はなんか僕の悪口をバーッと書いて、どっか行くっていう。そうか。あ、でもいい人ももちろんいて、うん、そのあの辰之助一発ギャグやってっつって多額の投げ銭くれたりとか、急に1万円を払ってくれたりとか。マジで全然やるでしょ。全然。でももうなんか、うん、ネタが流れてきちゃって、うん、ちょっとちゃんとつながります。そうですね。そうですね。辰之助はね、もう怪我をしているところで心配してるんですけど怪我したね、状況っていうのを聞いて、あ、ちょっと専門性ありすぎるよね。あ、そうですね、専門っすね、ありすぎるけども、僕らからしたらありえないです、ね、ありえないし、絶対やらないし、よく思いつくな、そんなっていうポジションをして怪我したそうで、私たちも編み出したんですか、うん、なんか今編み出したね。今考えたら、その怪我させた子がいるんですよ。まあ、梅津さん、小太郎くんっていう、あ、はい、全く悪くないと思います、うん、あのね、小太郎くんを追い詰めるためにお前わざと右腕を犠牲にしたバレました。自分立場がちょっと今、そうそうそう、ね、こう上昇、小太郎が上昇してきて受けて取られた、まずいと、あ、受けて取られた、俺がこれ取られた、こうやって自分からこれで小太郎がもう虫まで食い始めたらもう、あ、もうダメっす、ね、俺バリバリいけっすよ、ガンガン食い出してて何の、うん、何も勝てない、フェードアウトしますねそうですね。で、カルペディエムの支部が今、東京に今、何個、今何個ある？あー、めっちゃある。全部で多分30個しかある。いや、東京だ。いや、東京は、6ぐらい？東京6ぐらい。うん、今度町田。町田にする。町田。カルペディエム市場もめちゃくちゃ今増えてきてるからね。そうね。それもいろいろ言われるけど、はい、なんか急拡大しすぎて、もうコンビニかとか。でも、まあコンビニだったらセブンになりたいよね。セブンイレブン。うん。ああ。なんか微妙なコンビニあるじゃない。はいはいはい。夜閉まるコンビニとか。はい。じゃないコンビニになりたいけど、はい。まあデメリットも多少あると思うけど、僕はメリットの方が大きいと思ってて、うん。例えば、あの、なんだろう。東京のカルペディエムにいた人が関西に引っ越すってなったら、はい、家はもしかしたら、ね、芦屋より遠いところがあっても、乗り換え1回2回やっても同じカルペディエムがやってる芦屋に行こうってなると思う、うん、本人の気持ちが楽というか同じ名前だと、そうですね、うん、だそういう効果がいっぱいあるんじゃないかなと僕は思って、もう目標は47都道府県すべてに、うん、どこ行ってもカルペディエムがあるみたいな、うん、あったらいいなって。辰之助が石成でやりたいって、うん、石成 BJJ、うん、言ってるんですけど、そういう場合も許可をされるんですか？もう虫食わなくなったらいいよ、ちょっと。そんな悩むぐらい好きなの？そうですね、天秤が。だって公園でやろうとしてんじゃん。そうですね、絶対虫いるじゃん。いや、やめた方がいいよ、公園は。そうですね。蚊とか古着着せて、古着で同意作る。蚊は食べれんの？蚊も食べたことあります。マジで？蚊も合います。あの、味がしないんで、あんまなんか食ってる感じしない。そう、ゴミ食ってるみたいな、まあ、全部ゴミだけど、いや、もう貴重な、しょうがないですよ、ね、そう、これからね、キラキラ見えるこれからね。だからカルペディエムで、やっぱこう昔はその石川さんよくおっしゃってたのがこう国際大会で表彰台をカルペディエム目指すってよく言ってたじゃないですか、ね、あれはもう達成はされたんですか？いやなんか一つはアメリカとの差がつきすぎた、あ、完全に今、まあ、
ぶっちゃけそうだよね。そうですね、まあ、コロナでもっとついちゃったよね、うん、アメリカとの差がすごすぎて、逆にそのアメリカとか国際大会、アメリカ、そう、ぶっちゃけ全日本勝つよりも、テキサスオープンとかなんか難しいよね。あ、そうですね、うん。なんかみんなが知らない、あの海外の地方大会、アメリカの、うん、なんか謎のやつの方が全日本よりきついんですよ。うん、だったら、全日本勝った方がみんな全日本チャンピオンになれるじゃん。うん、テキサスオープンチャンピオンより、うん。でも、テキサスオープンチャンピオンの方が大変なんだよね。そうですね。っていう事実があって、今はやっぱりその全日本とか国内勝つ方が道場にとってはメリットがあるのかなと思ってる節は少しあると思う、うん、でも選手には海外でバリバリやってほしいなと思ってね、うんうん、そうですね、うん、でもやっぱりそう考えたらやっぱいつかアメリカにもカルペディエムがあった方がいいってことですよね。そうね、あるといいね、うん、拠点になれるし、うんうん、若いやつもね、行った、あの世界で活躍した方は送れるし、うん、なんかそういうメリットはそう、ね、あるですよね。カルペディエム、カリフォルニア、カリフォルニアあるといいよね、とかニューヨーク。あ、そうですね、カリフォルニア、ニューヨーク、西成。お、西成、俺カルペディエム、セミセミセミシム、あ、どこに開くんですかなんかそういう風になっていけばいいなといつかアメリカも、うん、でもこれってもう僕が言ってやる話じゃないから、はいはいはい、なんか縁があって、うん、そういう話にいつもなってるので、はい、もうじっと待ちます、うんうん、そうですね、うん、まあ、でもこの中でかなりその格闘技っていうものがこう今集中してこう見られてて、うん、まあ、ちょっとプチ格闘技ブームみたいなところ今来てるじゃないですか、うん、やっぱ YouTube とか僕らやってるとすごいそれをすごく感じるんですね、うんうん、で、まあ、国内でやっぱ盛り上がることがその第一前提というか、うんうん、やっぱりその国内の中でその選手のファンが増えたりとか、うん、何々さん知ってるみたいな風にならないと、うん、人気っていつまでもこう上がんないんで、うん、だからやっぱその UFC ファイター、日本人の UFC ファイターが生まれるよりも大臣のなんか参加する選手が増える方がこうなんか格闘技人気は盛り上がるみたいな。そうかもね、うん、外人の人気すごいらしいしね。そうですね、うん、やっぱ人の目に触れるじゃないですか、日本人の目に触れるから、うん、まあ見てもらえないと始まらないけど、そうですね、どうしても充実ってやってる人が見て楽しい競技、はい、その辺はなんかどう思う？やっぱりその人にこう感情移入できるかどうかっていうのはすごく関係があると思います、うん、例えば、うん、辰之助が、例えば試合するとしたら、うん、その試合って辰之助をディーパンクラブの人たちは知ってるから、うん、その試合結構面白がって見れるわけじゃないですか、うん、だけど全く知らない新キャラをいきなり投入して、うん、ディーパンクラブでこの人の試合が面白いって流しても多分面白くないと思いますよ、うん、それでも、うん、あの辰之助がもうドロドロの試合、もう顔面とこんな晴らしながら試合してた方がみんなは感情移入ができると思います。だからそこを面白いか面白くないかって感じるところじゃないんですかね。そうね、うん、でも感情移入できたら呪術を全く見てない人でも楽しめると思う、はい、いけると思いますよ。だって今の MMA だって面白くない試合は全く面白くないじゃないですか、はい、だけどそれでもその人の背景とか煽り映像とかその前の作り込まれたストーリーがあって一緒に見るから絶対に面白いっていうところがあるので、ただそのキャラの設定作りをどこでするかっていうのがすごい大事だと思うんですよ。まあそこまでいくとプロの話になってくると思うんで、アマチュア選手がそこまでやる必要があるのかどうかっていうのはあると思うんですけど、まあその選手として花があるとか人気があるっていう人はやっぱそれなりにどんなにつまんない試合してもその前後のストーリー性で持っていってるっていうところはあると思いますね、うん、そういう選手をぜひ芦屋から。そうですね、辰之助はかなりそのあのいろんな人に見られるとは思うんですけど、ただ見られ方がもうなんか気候しか見られてないんで、そう、うん、そうですね、なんか試合に出てもな顔面奥底かかとで止まったりとかあったっすね、うん、あったっすね、ブシュッ反則で、いや、そうですね、なんかパスしようとして飛んできた顔が、あの足がバーンって、うん、それは危ないそうですね、だから、まあ、これカルペディウムの選手とかでも本当に強い選手がもういっぱいいるんで、うん、そうね、うん、プラスその宣伝とキャラできたら、うん、多分スターになれる選手とかも、まあ、市場が広がればの話ですけど、うん、いろんなキャラクターがいて選べるからその人気が出るっていうだけなんです。その人一人がその特筆してても多分面白みっていうのは多分出ないと思うんですけど、うん、そうですね、それはやっぱり
YouTube 見てていっぱい学んだところではあるですね。朝倉未来さんとか、うん、やっぱすごいよな。すごいですね、うん。まあ、だから YouTube と格闘技って今密接にちょっとこう関係性が保たれてるので、うん、柔術もなんかこう参入できたらなっていうところはありますね。それで人気が出れば、うん、そうですね。だから多分その僕のところのその YouTube のチャンネルで2万4000人近くの人が見てくれてると思うんですけど、柔術の競技人口って確か3万人とかって、まあ、そんなもんだよね、はい、言ってたじゃないですか、うん、ということはもし、まあ、全員が絶対そうじゃないと思うんですよ、うん、格闘技ファンとかあの、うん、萩原恭平君のファンとかが流れてきて登録してくれてるっていう可能性もあるんですけど、うん、やっぱ柔術やってる人は多くの人が見てくれてるチャンネルっていうのでもまあ一応あるわけじゃないですか、うんじゃあこのコンテンツを使って次どういう面白いことをしようかっていうのはやっぱ常に考えているところですね。うん。スターになって柴田みたいな。柴田スター。うん。ヘズマ龍か。柴田。捕まるっすよ。おでんちょんちょん。おでんつんつん。ドドドドドドドン。道義来てな。カルペディウムの道義来たな。それダメよ。西成カルペディウム西成。西成。ドドドドン。ごめんなさい、そうっすよ、西成だったら大丈夫、西成をそんなに バカにして。いや、好きなんですよ、3日前も行ってて、そう散歩しに行って、そう、はい、何でも西成散歩しに行ってる。いや、まあ、そこは自己責任なんで、じゃあ、完璧に西成に任せたんで、はい、頑張ります。決まった。西成 BJJ、まあ、そんな感じですね。また多分、時間ができれば石川さんまた来てくれると思うんで、はい、また来ます。その時はまた企画でもやってもらおうかなと。そうね、思ってます。セミ食べるんじゃん。あ、本当ですか、うん、よし。セミとか言いながらまた別の料理。何いや、一番安全なのはゴキブリなんで。ゴキブリとかミルワームとか。ミルワームまだ今あるんで。俺も食べさせられたな、これ。ゴキブリ、はい、食ったの。食いました。カブトムシも食った。どうだった。いや、もうなんか硬い何かの味しかしない。ゴキブリはもうよくわかんない。生、いや、生じゃないです。生じゃない、素揚げっすね。お前、生もいける。僕は生きたままの方が好きですね。僕は生の方がうまいって言ってるもんな。生の方が、そうクリーミーっていうか。いや、そんなクリーミーいらないから。はい、そんな感じです、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうコロナでずっと来れなかったけど、本当にいい道場が、ね、できてて、もうすごく嬉しいです。ぜひ、これ石川祐希の10分間っていう、ラジオをね、今日ね、収録させてもらったんですけど、こちらのラジオね、360本ぐらい収録されてるんで、はい、ぜひ時間がある方はこちらも覗いてみてください、はい、で、もしよろしければ、こちらの、これチャンネルっていうんですかね、うんうん、チャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。お願いします。ではまた。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしくね。